しゃい、今週もやってきましたと。やってきましたね。いやでもこのやっぱりケーブル対デッドマン、そうやっぱりみんな見たいでしょと。まあそうだね、最後締めくくるに、はい、今日はねもうね、もうなんかお互い超次元ゾーンも分厚いし、ケミストリーとかではない、ではない、もうね、今日はもう今日はお前らがミスタイム見せてやるから、お前らがミスタイム見せてやる、見せてやる、このプロレス感お前らがミスタイム見せてやる、これからもこうじゃあアルティメイター的なアウクロシアドノリで、お互いだってさ、これ置いてるってことはもう本気なんでしょ。本気ですよ、負けるつもりないよ、負けるつもりない、これもうデッキアルティメイターが使った時のあのデッキだもう本気のアルティメイター、青き殺し屋状態、今もしかして、いやもしかして出してるとわけね、もう先に言っとくけど俺も負けるつもりはないよ、来た最高、お互いが譲れない戦いになってるよこれ、うわーいつ以来だ、俺もあの動画どっか見たもんね、あの動画どっかで見ましたまあまあまあ、まあ、ここでねちょっとじゃあ調子さんでお互いコントロール系、俺はこういう感じ、これ何回でも見たら必死でっぽいな、いやーこれどうなっちゃうのかな、もうほんとこれガチ対決ですよ皆さん、これ見方があるな、軽ヒストリーもエッジシステムはね残ってるな、デッドマン勝ったら一応2枚引けるって残ってるんだ、これ勝ったら、うん、1枚、はい、ということでじゃあ見ますか、ドキドキしてたのか、なんか緊張してきた、久しぶりだね、いやーじゃあちょっとじゃんけんいってきますよ、いきますか、最初はグーじゃんけんぽい、お最初まずはグー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 じゃん、はい、じゃあ、いきますか、せーの、ではスタート、すっ、すっ、手に汗握るぜ、これ見てる側もなんか、あれだね、あのアニメとかによく言う脇キャラっぽいこと解説みたいな、あのカードはデッドマンの君だな、そう、あのカードは見たことあるぜあ、そういう方向でアニメの出演も全然いいんですけどなんか狙ってた、狙ってたぞ、こいつ、いやでもこれもうなんかすごい感じです、置いてるカードが実作どうぞ、呪文を山札目に持ってくるカード、これ見たことあるぞこのデッキ、いやいや俺ひよらないからアルティメーターで、僕はまだまだこんなんでビビらないっすよ、デッドマンというのも相当すごいことになってるけどね、相当なんかこれいいんですかね、 GP とかにいるような人が持ってるカードじゃなくて、これちょっとねすごい考えてきました、デッドマンスペシャルオリジナルデッキです、オリジナルデッキ、悩ましいにちょっと考えさせてください、はい、どうぞ、なるほど、入念にシールド中身確認しとくんだ、これはこれはね、これはシールド確認しとくな、このパッチ時間は多分ガチなんですよ、これはシールド確認しとくな、シールドトリガーをトリガーがシールド確認しとくな、もう把握しとくな、俺が中継ブルだ、さあ何を、まあで呪文を1枚選んで山札上に詰めると、はい、棒取りじゃない、棒取り、棒取りか、これはごまなにアクセスしたいってことか、じゃあじゃあ、シャッフルは、はい、それはいい、はい、だいぶ緊張感がやってるけど、しまーいと、ワントップ、ドロー、さあ、これではないね、実はこれが関係ないな、ね、今、ダークライフ、出た、デッドマンのダークライフだ、お、1枚、デッドゾーン、デッドゾーン、タイム、これがね、真のダークライフ使いのダークライフダーケストライフ、はい、どうぞ、なんでダーケスト、ダーケスト、なんでダーケスト、ダーケスト、ダーケスト、いやタイムサマンのイランサマンを置いて買いたいんじゃね、はい、ボールチャージャー、まず手札、お、青い、さすがケーブル、ケーブル青い、タイムあ、これ一旦しきったな、どうします、うん、これはしまい、どうぞ、しまい、学習はなさそう、ジェニーって相当順調だな、もう一丁タイム、おー、きつい、この手札を、へー、墓地には特にないかな、っていうのは嫌か、まあとりあえず目的不明するか、はい、はい、ダメです、手札どんどん落ちてくる、これはしまい、はい、失礼します、シュッシュッ、いやいいね、お前らブラックサイクルし、あっそれ進化してる、うわー、うん、攻めなんで、ダメだろ、もうちょっとなんか必要、手札ゼロだった、一旦この手札破壊連打でしまい、どうぞ、おっ、うん、まあ悪くはないか、とりあえず、まあ、武者ホール、武者ホール破壊する相手はいないが、武者、武者、これもう一気にいっちゃっても4かですかね、これね、いくか、あー、来るか、ファイアルカイザーで、まずフィンが1番です、では、墓地もいるからね、じゃあ、ガイアルカイザー、アタックするとき、墓地から SQ 侵略、きたー、もう、これがトリプルなんだよな、こいつ、
はい、2枚目結構トリガー入ってそうなの。おっ、うわ怖いの来た。いいですよこれは。砲丸ブラスター、これはね、ワンちゃんのホールデリードで負けます。これしょうがない、これしょうがないね、こればっかりは、こればっかりはね。じゃあもうここはぜひともめくってもらおうと思いますんで、これは、はい、いやもうここはね、そんなね屈しないから俺は。本当に俺は屈しないから。本当に屈しない。じゃあお願いします。一応ねガードボールは大丈夫なんです。そこそこ大丈夫なんです。いきます。はい、ロバラフォール。まあまあ嫌ですね。はい、超人とも現地に何があるんだこれ。フィーチャーで選ばれないんだっけこの人。やばい、嫌ですね。嫌ですな。嫌ですが、まあとりあえずデッドゾーン抱えたの。はい、超人ともいます。じゃあ殴っていくので効果で出てくるのが、はい、ギアボです。いやこっちの方で、じゃあ1枚これある。トリプルブレイク3枚目。うわあ、もっまだある、入ってたに。ドアラズボール。いやここはさすがに。僕が狙ってくる。狙ってるでしょ。おお、はい、オッケー。オッケー。目的不明で。目的不明でやって。ホガンさん、オッケー。じゃあ目的目はまずこっちの共に行ってホガンさん。はい。いやまた怖いねこれ。これは怖いですな。いやー、これどうなるこれ。いやいや、まだレッドマン、男レッドマンの運を、まあここは別に当たんなかったらそれまでなんで、まあね、はい、それまでよ。さあさあさあと、まあまあまあ、おー、でもこれはね、まあ、いきます。 X の力、ここかな。さあ、行ってみましょう。じゃあ、プロテクションサークル。まあまあ、まずまずいや。まあ、ちょっと追加しますね。はい、打ち追加、はい、はい、OK です。シールが3枚、これが埋めたところ、はい、オッケー。こいつフィーチャーで選ばれないのだよね。また続きにもう一度デッドゾーンみたいになっとくか。はい、プリプリブレイク、どっからですか。埋めたところ最後の朝、はい、なんで。はい、3枚目。はい、まあ、うん、はい、うん、そんなにすごく入らんよと。じゃあ単価指示、はい、3枚選びます。はい、はい、オッケー。出たこの動き、これ強いんだよなぁ。ちょっとした勇気出します。 OK、 アストストームになるのかな。さあ、さあ、ここでもこっちは結構スピードなく入ってきたからね、これね。ここからね、あるよ。羨ましいですね。これはここからありますぞ、ありますぞ、ありますぞ、からのフェアリーライフでね。いや、ちょっと持ってる、ちょっと持ってる。あれ、あれ、乗っけた、出てきたか。はい、はい、20になったことによって超軸ストームゲンジダブルクロスに、なんか、わかんない、なんか、なんとかしんじゃん、なんとかしんじゃん、進化多い。決められるんだ、OK。 あー、私、マナーは渡るな、マナーは渡るな、マナーは渡るな。よいしょ。で、カード1枚セットして、はい、はい、はい、なんとかしくんだ、シールドで、ヘッドゾーン破壊された。はい、なんとヒゲッケすげえ、逆に逆にすげえ、ちょっと待って撃ちます。オッケー、強打感たまんぞ。まあ、ダークライフの先にね、やってたからで、まあまあまあ、やばい、宣言通り。まあ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 、こんなんじゃなくてもらうんだけど、こんなもんですもん。すごいぞ、これこれはね、逆に取ってるぞ。これはまあ、ようやく五分って言ったところかな。ここはもうようやく五分かな。5、5、5、5、5、5、これはようやく五分になるかな。なるほどね。惜しいな。まあまあ、この時トリガーが、実はね、このベルヘルデスカルがね、4枚入ってるんですよ。こいつ活かしてるのか。活かしてます。そしてハヤブサマルを拾って耐え、なるほどね、ベルヘルデスカルガーの侵略で俺は勝つ。はい、じゃあラストストームダブルステージアタック宣言。はい、クリーチャーを出していきまーす。はい、サイキック、11番のサイキックリーチャーが好きな感じで、はい、まあまあ、ワンゴト出るぞ。ワンゴゼータクルカミートを出しません。はい、で、ギアゴスゼータとオッケー、はい、じゃあ私は、はい、はい、で、深海アルスが火のクリーチャーが出たことによってクリーチャーします。はい、はい、で、スピードガードをつけます。お、アンタッチャブルにつけます。オッケー、はい、じゃあ、はい、ワールドブレイカーもらっていいですか。で、先に
ああ、はい、禁断のフィンガー2枚、はい、2枚やった。で、ワールドミューカーワールドミューカー、お、来るか、バリーン、バリーン、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、最後までフェアリーだ、フェアリーだ、山札1枚をマナゾーンに置く、強い。そして使ったカードは墓地へ、墓地へ、で、最後はガイアルガイザーで大サタック。ん、うぅぅぅぅぅ、どうする、どうするこれ、お茶でも飲もうか、一回ちょっと一回飲む休憩、負けました。お茶なんてねえよ、お茶なんてねえよ、なんてねえよ。いやー、おい、マジかよ、途中まで攻めてたんだけどな。やっぱり、あの、鬼トリガーがきつかったけど、コーガンからこれはね、やられました。いや、これはでも、俺にってめくらやったら強かったと思う。ちょっと、デトカミ動画らしからぬ、このね、超ガチ感。はい、アルティメーター、アルティメーターだったね、今日惜しかったな。今日は青い黒しオーガナイザーをデュエルしたっていうぐらい。たまにはね、たまにはね、たまには出るぞ、たまにはね。いやー、ということで、ゲーム中におめでとうございます。おめでとうございます。皆さんはちょっとね、下に押したけど、1枚じゃん、ヒストリー、これな、ヒストリー言ってもらおうか。ワイはね、こういう感じ、こういう感じで、こういう感じで、あー、これいいんじゃないですか、これがいい、これ一回行こうか、これ一回行こうか、ちょっといやいやいや、お願いします。じゃあ、好きなの選んでいいよ、好きなの選んでいいよ、好きなの選んでいいよ、自由意志、自由意志、好きなの選んでいいよ。いや、これちょっとね、これさすがに、いや、まあ、これちょっと好きなの選んでいいよ。いや、ワイはこれ選ぶよ。あー、ゲーマとの出会いの話、ゲーマとの出会いの話、なんだ話、ゲーマとの出会いの話。はい、これだ。なるほど、なるほどね。まあ、ちょっと感動的な感じだけどね、どういうトークができる、むしろ良かったかもしれんね。最初聞いたしよ、このリビングレジェンドのケーブルがさ、本当にゲーマで恥ずかしかった話、そうこれは良かったんだけどね。なんで、危ねえ、危ねえ、この後に、危ねえ。じゃあ、この後のトーク、皆さん楽しみにしてください。イエーイ。デドカミの部屋もう、わかんなかった、今焦るでしょ。アドリブでしょ、アドリブでしょ。キスガーの部屋でございます。はい、今日も、今日僕がトークしてくれるぞと。お、セーバーのこれだ、頑張った。デーバーとの出会いをの話、話、イエーイ。ほう、そう、こんなね、10年以上もね、そうね、第1弾からっていう、1弾からやってんの、ケーブル、実は1弾からすごい、すごいよ、すごいね、1弾でしょ。はい、これはもう、やっぱりね、やっぱ松尾大先生のデュエマの漫画、あー、はい、で漫画で、そう、漫画でデュエルマスターズのなんかカードが変わった。そうですね、あの途中から白鵬と戦うところから真のデュエルのみが使えるデュエルマスターズカードでデュエルしようっていう。で、これが発売した時に、まあ、僕、まあ、そんなに一緒に買いに行くことはなかったんだけど、まあ、一緒に遊んでた仲間に、はい、おもちゃ屋まで引きずり込まれて、仲間無理やりだったんで、もうスターター買って、なんか2種類あるベリーラで弱い方を僕だけ引いて、はいはいはい、トゲサシマンドラ、トゲサシマンドラくんですか、弱いマントもトゲサシマンドラなんだけど、まあそうで、ね、初めて半年後したらもう俺が一番ハマってたんです。おー、なるほど、いい話ですな。そういう感じで、なるほど、なんかいいですね、過去のね、なんかちょっとほっこりしますね、ほっこりしますね。そうか、でもやっぱ、だからやっぱ仲間を大事にしようっていう、そういうところも、仲間にデーマ教えてもらったし、デーマが教えた仲間も大事にしようと。そうか、友達からデーマ始まったんだ。友達がいなくてできないですよね、我々に言うと仕事の関係ですね。そうね、一斉に言ってるから、嘘だよ、それ嘘でしょ、嘘だよね。まあまあ、それはいいんじゃない、嘘だよね。怖い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 、はい、それが大事で、はい、今週、はい、じゃあ今週がもしかしてラスト、ケーブルのゲストラストおーいますね、長きにわたりありがとうございます。はい、ありがとうございます。またまたいつか遊びに開催された際に頑張ってください。はい、また呼ばれたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、ここら辺でさらやします。じゃあ、最後でーす。じゃあねー、またねー。